こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日はですね、6月の11日の金曜日であります。いよいよ来週の水曜日で、会期末ということで、まだあとですね3本ほど法律が残っているということでありますが、会期末に向けてしっかり全法案通すように頑張っていきたいと思います。今日はですねちょっと一つご紹介したいんですが、こういう本がありましてね、鳥羽道秀人さん、こちらが戦狼言論という、デビュー作と言っていいでしょう。脳機能学者としてご活躍されていますけれども、今はこのコンフォートゾーンの作り方ということでですね、コーチング、これ人生の目標を決めて、それを応援していくという、技術なんですけれども、そちらの方の、専門家でも有名ですが、要は、この元々この洗脳言論というのは、オウム真理教、そのオウム真理教の元信者の方々を、そのオウム真理教が抜け出していくと、洗脳を、外すということのですね、技術を持った方で、なぜそういうことができるかというと、言語学から脳機能を、勉強していってですね、脳の仕組みというのが分かってきたと。そこから、このいろんな啓発本なんかも書いてられるんですけれども、その中で、大事な言葉は、この、目標ですね、ゴールと言われますけれども、ゴールをどこに置くかということなんですね。で、ゴールを、向けてですね、人生というのは歩んでいくわけで、そのゴールが、に向けて、物事を行動していくと。で、ところが、そのゴールが、誤ったゴール、にしているとですね、たとえ目の前にいろんな事実があってもですね、そのゴールに、ふさわしくない、違うような現実は見ないと。そのことをですね、ストコーマ、これは盲点という意味ですけれども、盲点があるんだと。で、ゴールの取り方によって盲点の出来方が、異なりですね。で、その盲点がある限りですね、現実がなかなか見えないで、そのゴールに向かって正しく、行かなきゃならないのができなくなってしまうと。こういう話を、この鳥羽道さんは、何冊かの本でずっと書いておられまして、私もたまたま偶然ですね、YouTube で、この鳥羽道さんのお話を聞きまして、非常に興味を持ちましたので、何本かこの YouTube も見ましたし、もう本も何冊か読みましたけれども、全くなかなか興味深い話であります。で、そこで私が一つのことが気がついたんですね。で、要は私は、MMT、これ、現代貨幣論、機能的財政論とも言ってもいいし、自国建ての通貨では、要は、絶対破綻しないと、という話をですね、今までしてきました。で、これだんだんですね、私の、このチャンネル登録をしていただいている皆さん方にはもう、よく理解していただいていると思いますが、残念ながら、自民党をはじめですね、国会議員の多くはまだ、この理解していない人が多いし、肝心のですね、財務省、これは全く理解しようともしないんですね。で、私は前からですね、日本の官僚、優秀な人が多いですよね。東大を出てですね、この官僚になり、秀才がさらにその省庁で鍛えられですね、様々な政策をこう立案して、行政事務を行っているわけですけれども、その彼らがなぜですね、この、自国建ての通貨では、絶対破綻しないしですね、財政が破綻することもなければ、そもそも、その、国債を発行することは通貨を供給することでありますからね、その通貨を供給することによって、このお金がたくさん世の中に回るんですから、お金が回ると経済は良くなると。加熱しすぎると、インフレにももちろんなるんだけれども、インフレになればですね、その供給を減らしていけばいいだけの話ですから、要するに、国債発行というのはですね、そんなタブーでも何でもないわけなんですね。しかしなぜその当たり前のことが彼らがわからないのかと、ということが私はわからなかったんですが、このコンフォートゾーンとストコーマという話をですね、理解しまして、ストンと落ちたわけですね。つまり、財務省の人間にするとですね、ゴールは何かというとですね、税金の範囲内で、予算の執行を行うと。要するに、プライマリーバランスが、黒字であると。それがあるべき姿、ゴールなんだというふうに思ってるわけですね。そして、それは実際ですね、
財務省の根本原理である財政法、まあこの中にはっきりそう書いてあるわけですね。税金の範囲内であると、税金以外の予算でやってはいけないという大原則が書いてあるわけですね。ですから、そのゴールに向かって彼らは、この職務を遂行するのが、使命であるというふうに思い込んでるんです。でところが現実問題見るとですね、もともとこの財政法ができたのは、昭和21年2年でしたかね、まあ、占領中ですね。占領中に、米軍によって作られたわけです。 GHQ によって。なんでこれが作られたかというとですね、表向きの理由はですね、表向きの理由は、この要するに、その当時日本はですね、戦後の大変なインフレで、インフレが非常に厳しい時代だったと。でこのインフレを抑えるためには、通貨の発行量を抑えないといけない。まあ、先ほど言った理屈ですよね。お金がたくさん、街に出回っていくと、これはインフレになるじゃないかということで、それを抑えるために、インフレを抑えるために財政法ができたということに表ではなってますけれども、裏の真の理由はですね、GHQ の真の理由は何かというと、そもそもあの戦争はですね、日本は戦時国債をもう非常に、たくさん出して戦争を遂行したわけですね。でアメリカの占領目的というのは、要するに日本に二度と、アメリカに弓を引かせないと、まあ、これが一番第一目的でありますから、その国債を発行してですね、またぞろああいう戦争をするような財政の自由度をですね、認めることをしたらですね、日本はまたとんでもないことをするかもしれないと。だからその財政の自由度を、抑えるためにですね、この財政法が作られたと。そして表向きの理由はインフレを抑えるためだと言ってるけれども、本当の意味は財政の自由度を取って、要するに、戦争させないためだと、まあ、こういうことなんですね。そしてこのことはですね、前にも言ったかもしれませんけど、これは朝日新聞の、社説でも書いてます。これ、最近の2019年ぐらいだったかな、それでも出てますし、日本共産党のホームページにもそう書いてあります。財政法ができた理由、それは真の理由は戦争させないことなんだと、財政上から、戦争遂行のための予算を作らせないことを抑えてるんだというふうに書いてます。ですからまさにあの GHQ の目的をそのまま書いてくれてるんですね。でその、戦後の占領目的に沿ってできた、この財政法、そこに完全に財務省は、縛られて、ゴールをそこに持っていかれてるんですよ。だから、そのゴールを持っている限りですね、目の前に出ている事実、それは何かというと、今回のコロナでですね、分かったのは、もう20年前から日本の財政はですね、もう破綻だと。もうこれ以上国債増やしたら本当に破綻すると、ということを言っていましたけれども、全く破綻せずにですね、ずっと今日まで来ていた。それどころかコロナによってですね、莫大な財政支出、まあ、1年分の国家、予算に相当するだけのね、この補正予算等をですね、出してるわけですよ。でそうなると、本当でしたらですね、1年に2年分の予算を措置したらですね、これとんでもない、この財政、規律を歪めることになりますから、当然破綻するはずなんですね。でまずは国債が破綻する以前に、大変なインフレになるだろうということになるんですけど、全くなりませんよね。でそれはなぜかといえば、それは当然ですね、まず自国建ての通貨では破綻がしようがないということでありますね。そして今お金をどんどん、この供給していることは事実です。国債発行してたくさんの予算やってます。でしかしその予算がですね、出すことによって企業の倒産やですね、医療の崩壊を止めているわけでありますけれども、じゃあなぜインフレにならないのかと、というとですね、もう片方で、この経済的な自粛を強要してますよね、強制自立上。つまり、外に出たりですね、外食をしたり、まあそういうことを抑える、人流抑制ということでやってますから、消費が、極端に落ち込んでるわけですね。だからいくらお金を出しても、消費がなければ、これインフレにならないと。でむしろデフレ基調になってくるというこの現実ですね。つまり、コロナの事実はですね、今まで財務省が言ってきたことが全く見当違いのことだったと、全く事実とは違うということを、まあ、証明しているわけですね。ですから普通の人が見れば、コロナによってですね、あれと、事実違うねということが気がつくんですよ。
で、ところが財務省だけはですね、未だにそのことに気がつかない、その事実が見えない、まあ要するにストコーマ、盲点に、陥っているわけですよね。ですから未だにですね、骨太の方針なんかの発表の中でもですね、要するに2025年の、プライマリーバランスを黒字化するという目標は発さないと、そのまま置いておくと。まあただ今の現下のですね、このコロナ状況の下ではですね、財政は、積極的に出せないと、国民生活が破綻してしまうということは言ってますけれども、財政の、この黒字化、プライマリーバランスの話は絶対に話せないんですよ。それはなぜかというと、まさに PB 黒字化、税金の範囲内で、財政は行わなきゃならないというのがゴールだからなんですね。ですからこの間違ったゴールを持っているために正しい事実が見えてこない、まさに、戸間道さんの本の中で言っている、ゴールと、この盲点、との関係ですよね。これが本当に今の財務省にぴったり当てはまるなと思うんですね。じゃあどうすればこの財務省の、間違ったストコーマ、この盲点をですね、ちゃんと見えるようにするのかというとですね、ゴールを変えさせなきゃ限りダメなんですね。財務省が、このプライマリーバランス黒字化、財政は税金の範囲内でと言ってる限りこの現実が見えない。そうじゃなくて、財政は、その国家の必要に応じた、例えば今でしたら、この医療、それから、生活の支援、等にですね、お金を使わなきゃいけませんよね。だからそれは税金の範囲とか関係ないんですよね。で、要するに必要な政策に必要な予算を、しっかり、審査して配分するのが財務省の仕事で、そして、じゃあ、それだけでいいのかというと、もう片方、予算をどんどん出すとですね、結局、この消費がどんどん増えてきたらインフレになります。で、多少のインフレは、経済が正しい方向に行ってるわけですからいいですから、それ以上に、まあ、10%、20% というようなですね、高いインフレ率になるとそれは行き過ぎですから止めなきゃならない。ですから、ゴールはですね、財政の黒字化ではなくて経済の健全化、2、3%、まあ、4、5% ぐらいまでのですね、マイルドインフレに、経済を置くということをゴールにすればですね、すべて物事見えてくるわけですね。で、ところが、その経済をあって、経済再生なくして財政なしと、口では言ってるんだけれども、根本の目標、ゴールがですね、この財政法に書いてありますから、まあ、結局ですね、これよく皆さん方からも言われるんですけども、やはり財政法を変えなきゃ、彼らのゴールは変えられないということになるのかもしれません。まあ、今日はそういうことで、この戸間道、秀人さんのこの本からですね、彼ら、財務省の洗脳、ストコーマを解くためには、ゴール設定を変えさせる、財政の、健全化ではなくてですね、経済の健全性ということに変える以外ないと、まあ、そのことを改めて感じたということでお話をさせていただきました。ぜひチャンネル登録と、拡散のほどお願いします。ありがとうございました。